ロスチャイルドが1885年に叙尺されたことに始まる。2015年現在の党首は、第4代、ロスチャイルド男爵ジェイコブ・ロスチャイルドである。英国ロスチャイルド決勝大党首であるネイサン・メイアーは1822年に、オーストリア皇帝フランツ2世より、男爵位を与えられ、オーストリア貴族に列していた。イギリス国内における称号では、 1847年1月12日に、姉さんの次男であるアンソニーが、イギリス女王ビクトリアにより、順段釈位を与えられている。この順段釈位は、長兄、ライオネルの息子たちへの特別継承規定を認めていた。そのため、男子のないアンソニーが1876年に死去すると、ライオネルの長男ナサニエルが順段釈位を継承した。 さらにナサニエルは1885年6月29日にビクトリア女王よりハートフォード州におけるトリングのロスチャイルド男尺に助され連合王国貴族に列した。百位名はナサニエル自身がビクトリア女王に頼んでロスチャイルド家の加盟と同じにしてもらったという。ナサニエルはユダヤ教徒ユダヤ人で最初の貴族院議員であり、貴族院での先生の際には ユダヤ教の三角棒をかぶり、ユダヤ教式の先生を行っている。ナサニエルは1915年に死去し、その長男ウォルターが爵位を継承した。ウォルターは動物学者として著名である。また、イギリス政府がバルフォア宣言を出すのに貢献した人物としても知られる。ウォルターには子がなかったため、1937年に、 ウォルターが死去するとウォルターの弟、チャールズの長男であるビクターが第三大男爵位を継承した。1990年にビクターが死去すると、その長男ジェイコブが第四大男爵となっている。初代男爵ナサニエルは銀行家であったが、第二大男爵ウォルターは銀行業にほとんど関心を持たず、 その弟チャールズも病弱だったので彼らの代から NM ロスチャイルドサンズの経営権は分家に移っている。現在の第四代男爵ジェイコブ・モリット・キャピタル・パートナーズという独自の金融業を行っている。家訓は協調、誠実、勤勉。現当主ジェイコブ・ロスチャイルドは以下の借位、順段借位を保有している。 ナサニエル・フィリップ・ビクター・ジェームズ・ロスチャイルド・原ント主の、長男。皇帝推定相続人、ジェームズ・アムシェル、ビクター・ロスチャイルド・原ント主の追いロスチャイルド男爵、順男爵ロスチャイルド・ケケズ。ありがとうございます。